はい、今回は PCOS の方が妊娠するために気をつけるべき3つのポイントというテーマでお話をしていきたいと思います。生殖年齢の女性の方の約 8% が PCOS と言われます。この PCOS なんですが、私が施術する方も約2割3割ぐらいの方が PCOS でうまく妊娠ができなくてということで、お越しになっています。PCOS の方はどうすることで妊娠に近づくことができるのか、何をしていくことが必要なのか、今回は3つのポイントについてお話をしていきたいと思います。 PCOS なんですが、どういったものなのか、どういった症状なのかなどについては以前にも、動画でお話をさせていただいてます。そちらの動画を参考にしていただけたらと思いますので、概要欄の方に URL を貼っておきますので、そちらをご覧いただけたらと思うんですが、 PCOS 簡単に言うと、うまくなぜ妊娠ができないのかというと、排卵がうまくできない、排卵障害がというふうにも言われますが、そこがネックでうまく妊娠がしにくい。なぜこの排卵がうまくできない、排卵障害が起こるかというと、2つ大きくポイントが挙げられます。1つは卵が未成熟だから。これが1つ、卵が未成熟だからうまく排卵をする力がない卵、そのためにうまく排卵ができない。もう1つのポイントとしては、卵巣の壁、卵巣の壁が硬いので、排卵するときに壁を突き破ることができないので、うまく排卵ができない。この2つが大きく、原因として挙げられると思います。この排卵がうまくできない原因として考えられる、卵がうまく成長しない、未成熟だから、卵巣の壁が硬いから、この部分をうまく改善することができると、妊娠にぐっと近づくことができます。それじゃあこの2つを改善することができたら、妊娠に近づく、そのためには何が必要なのか、3つのポイントについてお話をしていきたいと思います。改善するためのポイント、1つ目は食事の取り方に気をつけてください。特に糖と油、脂質ですね、糖質と脂質の摂りすぎには注意してください。卵巣の壁が硬くて排卵できない、その卵巣の壁、細胞膜なんですが、脂質、油が材料で作られています。この油、古い油、体に良くない油ばかり摂取していると、どん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 細胞の壁、細胞膜が硬くなってしまうんです。卵巣の壁、細胞膜と言いますが、細胞膜はこの油、脂質が材料でできています。なので良くない油、体に悪い油をたくさん摂取してしまうと、細胞膜これがどんどん硬くなってしまい、どんどん排卵しにくい状態になってしまうんです。この体に悪い油というのが、トランス脂肪酸、こういうような種類の油というのは体に良くない油で、細胞膜というのをどんどん硬くしてしまう働きがあります。なのでこのトランス脂肪酸をたくさん含むような食品、チョコレートとかマーガリンとか、生クリームとか、あとは、ショートニングというような種類の油、こういうようなトランス脂肪酸をたくさん含むような食品の摂取というのは極力しないようにしてください。
逆に積極的に摂取していただきたい油というものがあります。その油というのがオメガ3、脂肪酸とか言われるような種類の油になってきます。このオメガ3なんですが、オメガ3の油というのはこの細胞膜というのを柔らかくしてくれる働きがありますので、積極的に摂取していただきたい油になっていきます。オメガ3脂肪酸を含んだ食品としては、イワシとかサバとか青魚ですね、青魚ですとか、ナッツ類の油とか、あとはエゴマ油とかアマニ油とか、まあ、こういったものがオメガ3をたくさん含んだ種類の油になっていきますので、細胞膜を柔らかくするために積極的に摂っていただきたい油になっていきます。細胞膜が柔らかくなるということは、排卵しやすくなるだけではなくて、卵巣の中にしっかり栄養が送り込みやすくなってきます。そうすることで卵もしっかり成長するようになっていきます。そして糖ですが、糖をたくさん摂取してしまうような状態は、血糖値がね、急激に上がったり下がったりとかしているような状態が、まあ、体の中で何回も繰り返されているようなことになってしまいます。こういった状態というのは、妊活をされている方、卵を作るためにはすごくマイナスな状態になってしまっているんです。なので、なるべくこの糖の摂取、まあ、甘いものだけではなくて、ご飯類とか麺類とか、まあ、そういった糖質と言われるようなものの摂取する量を控えていただく。あとは空腹の時にね、たくさん糖を摂取してしまうと、血糖値というものが急激にぐっと上がったりとか、まあ、こういう状態もよくありませんので、摂取するタイミング、量とタイミングですね、まあ、ここも気をつけていただきたいポイントになってきます。2つ目のポイントとしては、ビタミン D をしっかり摂取するということです。このビタミン D という栄養素なんですが、積極的に摂取していただくことで、卵胞が育ちやすくなる、卵胞が育つ数が増えるというデータがありますし、卵の質を高めるためにも効果的な栄養素になってきますので、積極的に摂っていただきたい栄養素になってきます。このビタミン D ですが、お食事だけではなかなか摂取をしっかりすることが難しい栄養素にもなってきますので、まあ、サプリメントでね、しっかり摂取するということをお勧めします。3つ目のポイントとしては、高温期をしっかり作るというのが3つ目のポイントになってきます。PCOS の方は卵巣の中に古い卵というのが、まあ、溜まっているような状態なんですが、その溜まってしまうような原因として、この高温期の状態があまり良くない、まあ、これが一つ挙げられます。高温期の状態があまり良くないから、古い卵をうまく処理することができていない、まあ、どういうことかというと、この高温期の時期というのは、今回うまく排卵できなかった卵が、まあ、自周期に向けてしっかりね、古い卵は処理される、まあ、時期にはなってくるんですが、しっかりこの古い卵が処理できていない、高温期の時期に、まあ、処理できていないというのの原因としては、体温が上がりきっていない、これも一つ原因として挙げられます。体温がしっかり上がりきらないので、古い卵というのがこの高温期の時期にも育ってしまっている。通常卵というのは低温期の時期に卵が育つ時期になってくるんですが、この高温期の時期というのは、まあ、言えばこの処理する時期、古い卵を処理する時期になっていきます。この高温期の時期の体温が上がりきらないせいで、
卵を処理することができていないので、低温期の時期と同じように卵が、まあ、作り続けられているような状態になってしまっています。なのでその卵たちが自周期にも残ってしまい、影響を与えてしまい、うまく排卵することができない、それぞれが成長未成熟な状態なので排卵することができない、こういうような悪いサイクルになってしまっています。しっかり高温期の時期を作るということで言えば、ピルを飲んでピルを使って高温期の状態を作る、これも一つの方法になってきます。ホルモン補充をしっかりして古い卵を処理するために、高温期の状態、しっかり体温が上がるような状態を作ってあげる、これが一つの方法として言えます。でも私は薬に頼りたくないんです、そういった方もおられると思います。そういった方ですと、やはりこの高温期しっかり体温が上がりきらないような状態というのは何が考えられるかというと、代謝が良くない、代謝を上げてあげる必要があります。代謝を上げることでしっかり体温が上がるような状態、高温期に体温が上げられるような状態になれば、先ほどお話しした悪い、サイクルというのを解消することができます。代謝を上げる方法としてはいろいろ挙げられます、運動とかもあるし食事とかいろいろ挙げられますが、おすすめしたいのはやはり呼吸になってきます。呼吸をすることで代謝を上げてあげ、古い卵を処理できるような高温期の状態に作ってあげる、そうすることでしっかり古い卵が処理できると、自周期にね、いいような影響を与えられるようになってきます。呼吸のやり方についてですが、以前にお話しさせていただいてます。低温期の時期とか高温期の時期、周期によってこういうやり方がありますよとか、症状によってこういうやり方が効果的ですよ、そういうことをお話ししていますので、そちらを参考にお給もやっていただけたらと思います。 PCOS の方、今回3つのポイントについてお話ししていきましたが、この3つのポイントを気をつけながら妊活を頑張っていただくことで、妊娠にぐっと近づいていくと思いますので、頑張っていただけたらと思います。